虫みたいなの、何？それに、あのでっかいのが。一緒に戦えば大丈夫です。行きましょう。こちら、八正体の白天田勝利だ。頼むぞ。あれがモビルアーマー始まり。天使の宝物、人類の最悪。300年前、当時の人口の4分の1を殺戮した怪物。そのうちの1機、 AI 制御の無人機だけで、それだけの人を。それが史実なんだよ。周りにいる黒い虫みたいなの。クソ、どうなってるんだ団長は。本部、応答してくれ。本部、様子がおかしい。こちら鉄火団、実装2番隊。隊長は連絡が取れないんだ。2番隊の隊長って、秋広アルトランド君。ユノ姉さん、全体に呼びかけて。鉄火団各位、応答願います。オルガ団長、三日月君、秋広君。繋がらない。もしかしたらみんなブレイク現象で。ガンダムフレームもリーダーもいないんじゃ、この戦い勝てっこない。やれるだけのことはやらなきゃ。小隊長、ブルーマを排除して。君たちか。なるほど。ガンダムラトレイヤー。じゃあさっきのモビルスーツはやっぱり。小隊長、強行突破して。無駄だ小隊長。クルーマを分断できないのではな。今の包帯に叩きさえすれば。ユノ姉さん、ソキのクルーマにおやつを修理。さすがだな小隊長君。君のデータも取っておくべきか。このデータ何に使うつもりなの。私にはそれを答える権限は与えられていない。つまりやらされてるってこと。誰に。考えろ。わかるはずだ。そこをどきなさい。モビルアーマーを追わないと。無駄なことはやめたまえ。ガンダムフレームもなくどうする。やってみなくちゃわからないでしょ。もし退屈だというのなら仕方ない。
おもちゃを用意するとしようか。まだ何かあるわけ？しばし待ちたまえ、小隊長。まだやれるぞ。展開。行け。こんなところか。とりあえず走らせてみるとしよう。一瞬レーダーに通信。なるほど。ラトレイヤの量産タイプ、まだまだ時としては力不足。スネークミッション駆逐現状みたいに。そんなこと繰り返したら兵士のデータが壊れちゃうよ。レディーユノ、君もまた入れて兵士を壊せる。ユノ姉さんを君と一緒にしないでよ。兵士を壊せる。切る！展開！追い出す！ダーッ！ガンダムラトレイヤ、損傷甚大。これほどとはな、小隊長。恐れるな。未来を見据えること。具体性を書いた言い方をしないで。私は何も書いたりなどしてはいない。レディーユノ。なるほど、まだまだ更新の余地があるな。おやきも古希も。もうあいつわけわかんないんだけど、このミッションで何をやってんだろう。さくら、それはあと。モビルアーマーはもう最終防衛ラインを越えたあたりだね。そんな、じゃあクルセは。どの道国家団が機能してないんじゃ勝てない。ダレルフルンのモンスもいないみたいだし、ブレイクアウトしよう。みんなを探さなくちゃ。いい作戦だった。次も頼むぞ。ひどいブレイクミッションだったけど、その理由が分かった気がするわ。オーバーフロー、システムオーバーフロー。システムから過剰な負荷を検出。そう、それ無理なシステム介入によって歴史のデータが破損したみたい。あの量産型ラトレイヤーの容量を確保するために余剰データとして他のミッションに振り分けられたっていうのが正解だね。最初ブレイク現象を検索した時、大規模なシステムダウンが発生したのは、そんな異常なデータにアクセスしたからか。振り分けられたデータだけど、具体的にはミッションに存在しなかった団長さん、三日月くん、秋広くん、そしてギャラルホルンの面々だけど、どのデータに入り込んだのかわからないんだよ。データが消失した可能性は？それはないと思う。歴史の保管こそが最優先の G ユニバースからデータが消失するなんてことが起きたら、システムそのものが破壊されかねないからね。そんなデータを読み込んだら、イリオンステーブでも赤くなるだけじゃ済まないよ。どこに入り込んだのかわからない散逸したデータ、何か手がかりでもあれば。手がかりあるぞ。ブレイクミッション発生、ブレイクミッション発生。あ、このデータは。ちょっとブリーフィングルームへ行こう。少し前の話をぶり返さなくちゃ。今回発生したブレイクミッションは2つ。異常なデータではなく通常のミッションだよ。両方とも1年戦争末期の歴史だけど。また私たちがいた歴史？戦争の末期って一つ前のディレクトリのラサもそうだったじゃない。それよりもさらに後の歴史なんだよ。両ミッションともに宇宙世紀0079の末、クリスマスの時期だね。というわけで
今回選べるブレイクミッションは1年戦争の末期から2つ。12月19日のサイド6、中立コロニーのリボーか。クリスマスイブの宇宙要塞ソロモン攻略戦か。小隊長選べ、小隊長選べ。ようやく動き出したか。間に合うといいのだが、仕方がないとはいえ、これ以上ブレイク修正が進めばもう奴を止めることはできなくなる。だが俺にできることはこれくらいか。君にならできるはずだ。このセキュリティホールを突くことが。レディーユノ。ひどい、街が。ポストディザスター時代のデータがこんなに。くそ、こんなことになっちまうなんて。キラヤマトです。援護は任せ。ジオン軍、サクラ、コスタ武器、 MS-06 のリセット、通称ザッツーカイ。統合整備計画で作られたザクの最終生産型だね。バーナード・ワイズマンだ。バーニーって呼んでくれ。ポチョーさん、敵の正体は不明。撃退しないとガンダムどころじゃないよ。了解。こうなったらまとめて敵を撃破するしかない。サイクロプス隊最後の生き残り、その力に期待するよ。最後肝心な時に。まだか。ここは中立コロニーでしょ。ここに荒らされてブルーマンには関係ないからね。クリスマスの日に金額プレゼントだ。え、ルビコン作戦は12月19日でしょ。このミッションはその後の話なんだもん。今はコロニー防衛に専念して。さすがに連邦軍も迎撃に出てるのね。新型ガンダムの受け取りに来たスカーレット隊だね。強そうじゃない。小隊長、ワイズマン5長、負けずに頑張って。初戦でいきなり戦場の目標なんて、まっきらごめんだからな。ミッションに干渉。何かブレイクインしてくる。こちらジュリエット・ジュリス、援護します。ギャラルホルンのモビルスーツってことは、テストディザスターの歴史からだよ。アリアン・ロット艦隊のエース、ジュリエットさん。援軍か。助かった。歴史は違うけど、今はリリスキュー・エンナティスさんの力ありがたく借りよう。こちら、地球外縁軌道統制統合艦隊。月外縁軌道統合艦隊アリアンロットへ支援要請します。よく1回で言えたね。お見事です。そして了解しました。援護お願いします。初めて腕前を拝見することになりますね。その緑の機体がハッタリではないことを祈ります。こっちはデビー戦だったのに。燃料を食べてるよ。正確には採取してるかな。おやきのモビルアーマーを補給するために食い尽くし殺し尽くす最悪の害虫だよ。どんな敵か知らないな。やるしかないな。あれ、行きたかったら逃げるか。このコロニーから脱出しよう。それは大変だ。行きます。Yeah!
ビルアーマーのサブユニット、プルーマの反応、全て消失しました。どんな作戦でも完遂させるのが剣としての務め。ブレイク反応、過去に該当データあり。これがそうなんだ。これこそが俺の本来あるべき姿。グレイズアイン、どうしてここに。荒屋敷、忌むべき旧時代の戦闘用インターフェース、そしてエドモントンでキャラル・ホルンの名を汚した。クランク2位を手にかけた罪深き子供め。隊長だろうと何だろうと、隙のない奴は死ぬんだ貴様。まさかこれエドモントンでの戦いのデータ。ジュリエットさん、この機体はリッカランに壊されて暴走してる。荒屋敷実験用のモビルスーツ、お前の仲間も決してなめるな。ネズミの悪あがきもこれで終わりだ。校長、これ以上は策が厳しすぎる。ここ貴様たちの思い上がりをこれを渡す姿だ。これが荒屋敷完全なる姿。忌むべきキャラル・ホルンの秩父、こいつは私が。ブレイクアイ、この巨体でなんて機動力。この化け物め。問題ない、この反応についてこられるか。この程度まだ動く。大義こそが常に我々を勝利へと導くのです。この戦いで彼らを悔い改めさせてみせる。ここまで来て負けるわけには。我々の信じる道に悔いることも改めることもない。ガンダムフレームなしでもいける。小隊長、五条たちと連携して。クランクリーの意志に従い貴様を倒す。このままではクランクリーの涙も止まらない。火星シブリクランクゼントに。私は人として私のまま強くなってみせる。クランクにボードウィットコムサーサー、私は私のタナス。楽勝ってほどでもないけど、なんとかやれたな。あなたの強さ、ハッタリではありませんでしたね。ホストディザスター時代のデータ全てブレイクアウト確認。ワイズマン5丁も無事ね。あとはその策でガンダムをやっつけてこのコロニーを守ってみせるさ。ある、元気でいろよな。大丈夫、アルフレッド・イズルハ君。あるわね、バーニーのこと忘れないよ。サクラ、作戦終了だね。お疲れ様。なんか君には不思議な縁を感じるよ。共に戦ってくれてありがとうな。あれ、もうガンダム見つかった？
いねえ顔だな。ムーア同胞団がまた連邦に金を積んだか。よう、嬢ちゃん、こんな戦場で彼氏探しかい。いえ、そんなって、どなた。ガンダム違いだけど、味方だよ、犬姉さん。少尉、同行お願いします。俺とセッションがしたいってか。いいぜ、ついてきな、イオ・フレミングだ。よろしく。お願いします。さくら、いいのよね。大丈夫、説明はしていくから。まずは坂を上がって、事務隊を援護しよう。やるな。ブレイク現象、ブルーマ。なんだよこの作戦は。全然話が違うじゃないか。作戦どころか世界が間違ってるというか、歪んでるっていうか。世界の歪み、くだらんな。目の前の敵を叩く、それだけで十分だろ。さくら、彼は一年戦争の帯電したデブリによって絶えず雷鳴が鳴り響く。ユノの姉さん、ここはどこなんだ。鉄火団のみんな、まさかブルーマと一緒に。団長のモビルワーカーとはぐれちまって。オルガ団長、応答お願います。こちら、ユノ・アスカルトです。オルガ、ユノ。くっそ、またあの黒いおまけ野郎か。団長は大丈夫、私たちが迎えに行くわ。死ぬんじゃねえぞお前ら。ここは俺たちの死に場所じゃねえ。団長、わかりました。鉄火団の底力を見せてやるぜ。盛り上がってきたじゃないか。一言で士気が向上。さすが団長です。あの野郎、おいしいとこだけ持っていきやがって。じゃあ私たちはプルーマを片付けていこう。ええ、急いで小隊長。落ち着けよ、焦ってもいい音は出せないぜ。随分と静かな戦場だぜ。新規癖と思ったら音楽消えてたぜ。それじゃあ BGM オン。乗ってきたぜ。この曲好き。いい感じだ、このままアンコールまで突っ走ろうじゃねえの。そこだ、すがりぜ。モビルアーマーのサブユニットはいつまで出やがる。何パターンなんだよ。 BGM くらいは変えてみる。それくらいはやってもらわないとな。そこ展開。そう、これも好きかも。いいリズムだ。水を差してすまないが、悪い情報だ。ギャラルホルンのモビルスーツを見た。アリアンロッドの連中だと思うが、近くに立てこもってる。月外縁機動統合艦隊の戦力ってことは敵か味方か、はっきりしやがれ。小隊長、核兵器のスイッチを押して直接確かめましょう。イオク様のところへは行かせんぞ。会場のテンションも上がってきたようだな。ということは、この先にいるのは名門クジャン家の若同士様だ。こいつらはここで止める。イオク様を危険にさらすわけにはいかんのだ。こっちの士気もすごく高い。雑魚の相手をしてるほど俺は暇じゃないんだね。悪乗りする。敵でも全力を尽くすのがクジャン家の教え。大物のご登場か。使徒願いがありそうだ。アリアンロッド第2艦隊の指揮官だもんね。そればかりか、クジャン家のご当主様だよ。抵抗するのならばこの意欲クジャンが討ち取ってくれよ。イオ・フレミングだ。しょぼいテクニックでついてくるなら置いていくぜ。今の俺にはレギンレイスがある。長距離狙撃タイプ。小隊長、イオ少尉、気をつけて。どんなにモビルスーツが高性能だろうとガキはガキってことだ。余裕だな、
貴様の泣き面が目に浮かぶようだ。マナーの悪いファンはお断りだぜ。スナイパーってのはどうにも馬が合わないんだよ。今のところすごく合ってる気がするけど。問題はそこじゃねえ、ユナ。まさかマリアンロットか。部下たちの流した涙、今や私の血肉と同じ。ここで引くわけにはいかんのだ。お互い背負うものってやつがあるようだな。なんというか、部下の人たちとはまた別の迫力がある。こういうところはギャラルホルンナンバーワンかもね。私の命で皆の命をつなぐ。お前も戦場に出てきてるんだ、覚悟はできてんだよな。これ以上俺の邪魔をしよってん。くそ、なんたる屈辱だ。遠くからこそこそ撃ってたらよかったのにな。もはやここまでだが悔いはない。クジャン家の誇りを抱いて華々しく散ろう。散っちゃダメだって。正しい歴史に戻ってもらわないと。この勇士、その目に刻め。向こうさんも随分と乗ってるじゃねえか。おい、そろそろフィナーレだ。最後まで手を抜くんじゃねえぞ。今ギャラルホルンとことを構えるのはまずい。動けなくするだけでいい。招待状、イオ少尉、聞こえたわよね。これがかわず、ブレイクアウト成功。よかった。すっきりしねえ終わり方だぜ。でも助かりました、イオ少尉。俺からも礼を言わせてもらうぜ、イオ。余計な手間かけさせちまったな。お前ら鉄火団がいれば、あのガキどもも少しは生き残れたかもしれないな。なんだって？アバよ、兄弟。ああ、またどっかでな。生き残ったら乾杯だ。作戦終了だね、お疲れ様。ルビコン作戦が行われるサイド6、リボーコロニーに向かうんだね。そういえば私、ここに運び込まれた新型ガンダムの情報知らないんだけど。 RX78NT1、コードネームアレックス。最初のガンダムの発展機だよ。ホワイトベース隊のエースパイロット、アムロレイ少尉さんのために開発されたね。ワイズマン伍長、本当にザクで新型ガンダムを破壊できるの？うん、必ずやってくれる。それが史実だよ。行こう小隊長さん。この作戦、ルビコン川を渡らせちゃいけない。何としても阻止しましょう。その後はお願い、ワイズマン伍長。ペガサス級5番艦、グレイファントムを中に入れろ。モビルスーツが接近するようなら、ジムとガンキャノンで防衛ラインを張る。一緒に戦えば大丈夫です。行きましょう。発進。ここワイズマン伍長たちと戦った頃にもね。魚群戦闘だなんて
あのブレイクミッションから6日ほど前、ブリタン作戦が今まさに行われてる。じゃあ今日サイクロプス隊は、うん、一人を残して最後の戦いを迎えるはずなんだけど、おかしいよ。ブリコン作戦にこんな戦力を避けるわけない。ブレイク現象の影響が間違いないね。小隊長さん、新型ガンダムを探して。ゼッキ、民間人、民間施設への被害は出すな。町に被害を出すなって無理ですよ。鉄器を通りから引きずり出せ。ジオンのモビルスーツが入り乱れてるけど、私たちが止める相手はケンプファーのみ。戦士とか教師、強襲特化の試作型モビルスーツだよ。ルビコン作戦の潜入工作と密かに持ち込んだモビルスーツでの無念作戦だからね。じゃあその先にニュータイプ用ガンダムがある。そういうこと。一直線に目指してるはずだよ。敵の増援、小隊長気をつけて。だからそんなに戦力があるはずないのに。ゼリア、落ちる。こいつやるかな。ザッだ、そこ落ちました。落ちる、終わりだ。くそ、まだか。こいつ決める。銃撃戦で膠着状態です。近づけません。マッケンジー注意を呼べ。潜入工作班も動いてるね。ライズマン伍長さんも基地内にいるはず。反対です。コロニー内で戦うなんて。敵の手にアレックスを渡せというのか。注意。狙いはやっぱりアレックスなの。敵モビルスーツまた増援。小隊長さん、なんとか踏ん張って。おっと、こりゃちょっと飲みすぎたか。こんな中立コロニーにジオンを仕掛けてくるなんて。ここでアレックスを失うわけにはいかないのよ。こいつ出来損ないか。ニュータイプ専用ガンダム、いかつい体つきね。いや、あれはね、戦わなきゃ。カイ、お前に戦い方を教えてやる。なんだと。今逃げたら大事なものを失ってしまうから。何、無傷だと。ダメだと思ったら外部装甲だったの。チョバムアーマーだよ。顔にもつけとけばいいのにね。くそ、出来損ない。俺が始末してやる。こいつが動いてるってことは隊長たちはやられたのか。正しいことなんてどこにもない。自分にできることをするだけよ。サイクロプス隊の作戦は失敗。じゃあワイズマン伍長は。大丈夫、脱出してる。これからが本当の戦いってやつだ。ケンプさんのパイロット、この状況でも全然焦ってない。ミーシャことミハイル・カミンスキー注意。特殊任務班の大ベテランだもの。当然だよ。対する NT-1 はガンダムとはいえテストパイロットのマッケンジー注意さん。注意、
無理はしないでください。私たちがフォローします。やらなきゃいけないの。どんなことをしてでも止めてみせる。そろそろ遊びはおしまいにしようじゃねえか。こいつはちょっとまずいかもな。こいつでどうだ。バカな、なんて威力してやがる。まだなのか。この程度しくじったか。くたらきれい。まだやれるぞ。落ちろ。終わりはしない。やらせるか。俺がやられただと。敵の撃破を確認。やったわ。小隊長お疲れ様。これであとはクリスマスを待つだけね。ううん、これで全てのミッションは終わりだよ。ブレイクアウトしよう、ユナ姉さん。ん？でもワイズマン伍長は戦うのは。まさかマッケンジー中尉と。歴史は正しく流れるよ。このコロニーに核が撃たれることもない。つまりやっぱりガンダムは負けるの。お互い生き残れて本当に良かった。さて、ソロモン攻略戦、いよいよ大詰めだよ。ブレイクミッションでオルガ団長をはじめ鉄火団のみんなもブレイクアウトできたし、あとはモビルアーマーを見つけるだけ。そうなるね。飛び入りセッションしてくれたフルアーマーガンダムもサンダーボルト宙域に戻っていったし。イオ・フレミング少尉、まさに稲妻のように現れて去っていったわね。やだリズムやだ。今回のミッションは緑色のモビルアーマービクザムがソロモンを飛び立った後の話だね。ソロモンの外でガンダムを援護することになるよ。モビルアーマーさえ落とせればこのソロモン攻略戦勝てる。私たちの未来を私たちが修正してなぞるか。これが未来を見据えるということ。その先に何があるというの。ハーメス・マーキュリー、あなたは何を知っているの。何を伝えたいの。キラ・ヤマトです。援護は任せてください。よし、出撃するぞ。みんな準備はいいか。なめるなよ。このビグザムは長距離ビームなぞどうということはない。道連れに一人でも多く地獄に引きずり込んでやるわ。悲しいけどこれ戦争なのよね。の下が対空防御。まだまだってやまだ負けん。アムロ少尉さん、あのモビルアーマーのところまで援護します。了解、頼みます。スネッカー中に僕が必ず。今のがビグザム。アムロ少尉が落としたの。ホワイトベース隊のスレッカーロー中尉だよ。彼がコアブースターでジオンの軽巡洋艦が地表近くまで降りてきてる。あれはムサイね。
もう撤退は始まってるのに。小隊長さん、できたらでいいから撃沈して。あの巨大モビルアーマーのビームバリアを破る。モビルスーツを発進させろ。増援だ、増援を呼べ。まだなのか。行け、そこか。展開。くそ、押されているのか。出るや、出や。巨大モビルスーツ、強力な地雷を発生させています。ミサイルだ、ミサイルで攻撃しろ。何者なんだ。
何？この紫色の影は新兵器なの？どうしたの？ユノ姉さん。確かに急にビグザムの出力が上がったけど、人の意志が見える、人の体を通して現れる力。どうしてそれが可視化されてるの？勝利。姉上、セナを、ミネバを、頼む！勝ったのか？スレッガー注意、やりました！ジオン軍、撤退していきます！残存部隊は、周囲の警戒に当たってください！アムロ少尉、小隊長、本当にお疲れ様でした。スレッカー注意の仇取れましたね。ありがとう、未来さんにも伝えないと。ユノ姉さん、ブレイクアウトしよう。これでチェンバラ作戦終了だからね。よし、俺たちの勝ちだな。君とは息が合っている気がする。共に戦ってくれてありがとうな。モビルアーマーから現れた影、何だったのかしら。なんか見ているだけで体の力が抜けるような。私たち AI では感知できない人の体を通して出る力か。それに関係あるかどうかはわからないけど、彼のニュータイプとしての能力はこれからさらに覚醒していくんだよ。最後の奇跡に向かってね。まあ二人ともいろいろと思うところもあるだろうけど、これで翌日にはソロモンは陥落する。歴史は正しく流れていくことになるよ。ただ気になるのがポストディザスターの時代のデータだね。オルガ助けた、鉄火団助けた。ただガンダムフレームはどこにもいなかった。このディレクトリ、ガンダムフレームのデータが存在しないっぽいんだよね。これでこのディレクトリの修復はほぼ完了。なんだけどポストディザスターの時代がやっぱり修正のしようがないね。三日月、秋広、バクギリス、このディレクトリ内に確認できない。ハロ君の言う通り、ピースがないパズルは完成のさせようがないんだよ。まさか階層をまたいで他のディレクトリに。可能性は実は高いんだよ。次のディレクトリにつながる抜け道も見つかったし。そんなあっさり？罠なんじゃないの？セキュリティホール、セキュリティホール。ハッカーを捕まえるための常套手段ではあるけど、もしあいつならそんな回りくどいことする？確かに前回みたいに直接仕掛けてくるはずよね。ならさっさと次のディレクトリに行きましょう。それなんだけど、アクセス時点で弾かれちゃうんだよ。管理システムからの返答もないし、異常なブレイクミッションに接続した影響かも。プログラムで何でもできるって思ってない？まあ勘違いされやすくはあるよね。ちょっと私が防壁破りプログラムを組んでみる。ハロー、キーボードを接続するからね。ユノ、接続 OK、 ユノ。いくらユノ姉さんとはいえ、そこらのスパゲッティコードじゃないんだから。確かに姉さんは以前フラグメントキーの小さなバグをその場で修正してるけど、でも今回はメインシステムへのアクセス、システム側の助けがなきゃさすがに無理があるよね。このコードのパターン、 AI が組んだにしてはムラが多すぎる。ユノ、何か分かったか？ユノ。やっぱり
このセキュリティホール、うまく偽装してあるけど、単純なシステムエラーや仕様の不備で発生したものじゃない。さてと、あとは仕上げをゴロウジロっと。え、もうできたの？何よ、不都合があるの？この前バグったフラグメントキーの修正はしたし、空いた時間でコード解析はやってたのよ。スーパーハッカーいた？ただのプログラマーよ。そんな怪しげなのと一緒にしないで。けど、次のディレクトリー移動可能。パスコード入力やりたかったな。また今度にしなさい。さて、これで次に進めるとして、ハーメスが言っていた未来を見据えろのシーンは分からずじまい。未来が続くとして、ジオンのルビコン作戦、連邦のチェンバロ作戦、じゃあ次は。ユノ姉さん、無事に次のディレクトリに転送成功だよ。まあざっとこんなものね。ユノすごい、ユノ最強プログラマー。エマージェンシーコール、まさか私ともあろうものがバグを。ユノ違う、ユノ正体不明の人格プログラム侵入、正体不明。人格プログラムって要するに侵入者ってこと？追跡不能、追跡不能、どこにいるかわからない。さくら、施設内をスキャンする機能は他にないの？こうなったら最終手段、手分けして探そう。私はハンガーの方を見てくるね。最終手段人力なの？私のプログラムの穴を突かれたのかしら。ハロ、アラートは切って。了解。ハロ、どこ探す？ユノ、あなたはここで待機よ。私と小隊長は電算室の方に行くから、何かあったらすぐに連絡するようにね。先輩よろしく。ハロー、わかった。ハロー、よろしくされた。こっちの方で一瞬だけ不良セクターの反応があったんだけど、それ以降はスキャンに引っかからない。もしかして引っかかったのは私？そういうことになるな。 SACRA/1351420。 サクラスラッシュ、覚えなさいっての、この陰湿赤メガネ。ならば俺の名もそんな別称ではなく、しっかり記録してほしいものだが。そんな無駄な記憶領域はないからね。やはり制御コードでもあるプログラムファイル名を認識していない。書き換えたというのは本当のようだな。そんなことよりいろいろと話してもらうよ。ユノ姉さんのプログラムは解析済み、セキュリティの穴は塞いだから逃げられないよ。さすが、奴が直々に用意した AI 優秀だな。だが君ではレディユノのプログラムを完全には解析できない。君が AI である限りだ。だから奴は俺を、そして今はレディユノを選んだんだ。私にハッキング？君が、くらっ！ハロ、先輩、ユノ姉さんに知らせて、侵入者か。君に知られずに彼女と話すために、彼女と、そして彼に託すために俺はここまで来た。さあ立ちたまえ、ブリッジへ案内してもらおう。 SAC、 いや、サクラスラッシュ。了解いたしました、マスターハーメス。ハロ、侵入者が見つかったって本当なの？それにサクラヤバいってどういうこと？ユノ、サクラおかしくなった。陰湿赤メガネ連れてきた。ユノ、流行らせようとするのはやめたまえ。ジェントルクリムゾンメガネなどはいかがかな？ハーメス・マーキュリー、侵入者はあなただったのね。
じゃあ、さくらがおかしくなったっていうのは。特に問題はございません。いかがされましたか、ユノアスタルト特務総長。私は全くもって全然大丈夫ですが。少しも大丈夫じゃなさそう。ハーメス、さくらに何をしたの。今は俺が作った人格データで稼働している。彼女はモニターされているのでね。そのままではいささか都合が悪いのだよ。モニターって誰に。それは言えん。 G ユニバースに張り巡らされた監視プログラムに引っかかってしまう。そんなものが。今までいろいろ好き勝手喋ってきたけど、先行型プログラムであるイリオンステーブルは検索予期用の防壁プログラムで保護されています。だがそれも二度にわたるガベージスペースでの解析により無効化されつつある。現に俺はこうして侵入しているしな。バックドア、隠された通信接続経路。ハーメス、ずるい。ハーメス、お静かにしてください。球体、それでは半分しか正解しておりません。その通りだ。バックドアなど仕掛けるまでもない。このイリオンステーブルは俺も以前に使っていたのだから。やっぱりあなたが私たち以前にここに来た。時間がない。語れることも多くはない。だが可能な限り伝えておかねばならない。手遅れになる前に。ユノアスタルト特務総長。いいわ、聞かせてもらいましょう。ハーメス・マーキュリー、どうして私たちがこの G ユニバースに引き込まれたのか。まず私がプログラマーだからよね。そして小隊長君、君も重要なポジションにいる。敏腕プログラマーと対応なす凄腕のパイロットとして。どちらも管理システムが関わってくるけど、まず大前提の話をしようか。この G ユニバースの成り立ちを。それは最初にさくらから聞いてるけど、わざわざ繰り返さなくても。マスターハーメスの気障りがたいお話を聞かねというならば許しはしません。電気を流しますがよろしいですか。あなた、そんな機能あったの。よろしいわけないでしょ。ハーメス、いいから話せ。ハーメス。 G ユニバースはガンダムの歴史の記録、それはすなわち人類の闘争の歴史そのものと言っていいだろう。ここではその記録を繰り返しシミュレートし、結果を観測し続けている。意図的にイレギュラー要素を入れ結果を変える実験もしていたようだが。それがブレイク現象ってこと。そもそも誰が何のためにそんなものを作ったの。この世界がいつ誰によって作られたか調べてはみたが確認できなかった。この世界ってデータベースなんでしょ。どうして基盤となるものが見つからないのよ。このシステムが作られたのは遠い遠い昔のことのようだ。途方もない回数の更新を続けるうち、オリジナルともいえる初期データは消失、もしくは別のものに書き換わってしまった。現在は全て管理システムの AI によって自動管理が行われています。やっぱりヤツというのは管理システムのことで間違いなさそうね。ブレイク修正そのものが計画ってやつなの。そのものではないはずだ。ブレイク修正を行うことが結果的に計画の成就につながるのは間違いない。マスターハーメス、それ以上は管理システムによる定期スキャンの際に検索ワードチェックに引っかかります。さっきから情報が曖昧だったり記憶がないみたいな話をしてるけど、それは何。プロテクトがかけられているとも言ってたけど。これは失礼をした。俺の意識は基本的に奴の支配下にある。今はその隙をついて行動しているに過ぎないのだよ。管理され何かをやらされてる。私たちがやってる修正はもともとあなたのものだった。それはイエスだ。俺の人格は強制され、当時の記憶は消去やプロテクトがかけられたりしているがね。私たちもいずれ同じ目に遭うってこと。それはノーだろう。君たちがブレイク修正を続ける限り
奴は君たちの行動を黙認するはずだ。あなたがやっている様々な歴史のガンダムやモビルアーマーのデータを収集している理由は？残念ながら目的についてはプロテクトがかけられている。訳も分からず仕事させられる、こっちの身にもなってほしいというものです。もっともだが、推測することは可能だ。小隊長君、君ならどう考えるかね。でもこの世界はデジタルデータ、シミュレーションに過ぎないわけでしょ。それを変えたところで。なかなか興味深い考察だが、今はデータが足りん。俺はそれを伝えに来た。ここまで長々と話してきましたが、かいつまめは一行で済む内容をよくここまで引っ張れたものだと感銘を受けています。そういうな。断片化された記憶を伝えるだけでも意味はある。人間は推理できる生き物なのだから。この G ユニバースで何かが行われている、それを知る鍵はやはりブレイク修正ということよね。そうだ。君たちには未来を、ガンダムの歴史を見据えて行動してほしいのだ。歴史の中で何が生まれるのかを受け入れろ。君たち自身がイレギュラーにならないために。私たちが現実の世界に戻るためには、どのみち管理システムのある階層に行くしかない。いいわ、あなたの口車に乗ってあげる。その代わり嘘はなしよ。ハーメス・マーキュリーの名にかけて、レディ・ユノ・アスタルト。ハーメス、ブレイクミッションなんだ。このディレクトリのミッション教えろ。いいだろう。このディレクトリに前の階層からのデータが混入しているのは確かだ。ポストディザスターの時代、モビルアーマーとそれに関わる鉄火弾よね。あの戦いのブレイク現象は修正できておりません。トゥルーミッションが発生しませんでした。ディレクトリごとに関連付けられているデータが階層をまたぐことは本来はありえない。おそらく何かある。それを確かめつつ歴史は正していくという認識でいいのね。鉄火弾の少年たち、そして後にマクギリス・ファリド事件と呼ばれる戦いの中心にいた男をサルベージする。そのために修正しなければならないブレイクミッションは3つある。宇宙世紀から2つ、コズミックイラが1つ。心してお聞きいただくのがよかろう。まとめると、宇宙世紀0079、一年戦争の末期、星1号作戦、宇宙要塞アバオアクー。宇宙世紀0087、一年戦争の終戦協定から7年、地球連邦軍の特殊部隊ティターンズの拠点、地球のキリマンジャロ基地。そしてコズミックイラ71年、宇宙要塞ヤキンドゥーエを抑えて大量破壊兵器ジェネシスの発射を食い止める。データによると要塞側面に位置する資源衛星から回り込むことになりそうだ。このどれもに前のディレクトリからポストディザスター時代の歴史データが入り込んでいると。ユノ、まとめお疲れ。やればできるじゃないですか、ユノ。何その上から目線。あなただんだんおかしくなってない？ではミッション登録のためにその端末ハロにミッションデータを転送しよう。キーボードから入力してる。 AI であるサクラはハロに触れるだけでインストールが可能なのに、やはり彼は。マスター、もたもたしすぎではありませんか。そのメガネねじ曲げていいでしょうか。まあ待ちたまえサクラ。妙だな、確かに人格データが不安定になってきているようだ。俺のプログラムに不備はないはずだが。ちょっと、あなたが帰った後サクラは元に戻るんでしょうね。ああ問題はない。そして時間もない。インストールを済ませサルトしようか。ハーメス、ミッションデータのインストールするのか。ハーメス。そうだハロよ、
受けてもらおう。インストールナンバーゼロ、このプログラムを受け読み解く者、何時全ての希望を捨てよ。マスターハーベス。何それ、ハロも付き合わなくていいから。そんなのにマスターハーメスのダサかっこよさにイチャモンつけるのは許しませぬぞ。あんたもよ。小隊長も乗ってあげなくていいの。図に乗るでしょ、あいつが。ブレイクミッション登録完了。問題なし。いつもより問題なし。それは何よりだ。そして小隊長くんはやはり見込みがある。いつか俺の域にまで到達するだろう。しないでよ絶対。いかん、そろそろ俺に定期スキャンがかかる時間か。戻らないと、あなたが制御下から外れていることがバレるってことね、管理システムに。俺ともあろうものがこの時間を少し楽しんでしまったようだ。ユノ・アスタルト特務総長、最後に一つ忠告しておく。桜スラッシュを信頼しすぎるな。ふふふ、こんな私にご用心、肝に銘じておくことだな、ヘチャムクレメ。そりゃこんなん信用しないけど。この不安定さが俺のプログラムが変異を起こしているためか、彼女のウイルス防壁のせいかはわからん。だがサクラは管理システムから送り込まれた存在、モニターされていることを忘れるな。俺が俺でない状態で出会った時も言動に気をつけたまえ。我々が管理システムに造反していることが看破される恐れがある。気づかないふりをしろってこと？方法は任せよう。聡明な君のことだ、下手な真似はすまい。そうですか、意外と間が抜けてますがね、この質問マニアは。もうこいつ持って帰ってくんない？というかさくらは今回の件を覚えているの？今回の状況については記憶にプロテクトをかけ疑似記憶をかませておく。あとは私が口裏を合わせればいいわけね。では時が来たらまた会おう、この G の空のどこかで。あ、さくら大丈夫なの？グッドモーニングさくら、グッドモーニングさくら。え、あれ、ハロ先輩おはよう。私としたことがなんか中途半端なところでデータ更新が入っちゃったみたい。ごめんね、ユノ姉さん。ブレイクミッションの説明をしたところだったっけ？宇宙世紀のアバオア空と地球のキリマンジャロ基地、そしてコズミックイラの夜勤ルーエよね。そうそう。さて、どこからにする？小隊長さん。なるほどね、ハーメスの偽装プログラムは完璧か。どうしたの？まだ質問したりない？あれの、お？あれ？完璧じゃない！さくら、後でウイルススキャンよ。